ここは材木場に戻ってまいりました。今、5時半ですね。台風がもうすっかり通り過ぎて、夕方5時半になってます。確かにまだ騒がしたりしてるな。それから、まだもう変則的なね、そんな雨が降っています。しかしもう、火は傾いていますから、あそこに、富士山の、上の方が半分、この江ノ島の横、岩村ヶ崎の山に半分突き出したんですね。それが、ちょっと光って光っているので、ここで撮りながら、ここにしっかり見えています。そして黄金色の、結構何かっていうのは